こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、共有物の変更251条について解説いたします。1項と2項あるんですけれども、まず1項の条文ですね、読ませていただきます。各共有者は他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更、括弧その形状または効用の著しい変更を伴わないものを除く、事項において同じ、を加えることができない。このように規定しているんですね。で、まずここで、キーワードとなってくるのが、形状または効用の著しい変更を伴わないものを除くと書いてある部分なんですね。伴わないものを除くわけだから、これ以外のものってことなんですよね。伴わないものを除く、これを除くっていう話なんで、これじゃないもの、これの逆のもの、つまり伴うもの、これが251条の内容だっていう話なんですね。一応今回伴わないものと伴うもの、どういったものがあるのかっていうところをちょっと具体例入れながら解説させていただきます。251条のまず伴わないものを除くイコール伴うものっていうのは、例えば共有物が建物だった場合、その建物を建て替えをしたりとか、また増改築をしたりとか、まあ、する場合、この場合が形状または効用の著しい変更を伴うものに当たるんですね。土地の場合だと、例えば畑だった土地を宅地に変えるとか、まあ、こういったものが形状または効用の著しい変更を伴うものに当たります。で、こういったものについては、共有者全員の同意が必要なんですね。例えば A、B、C っていう共有者がいて、A と B、二人だけ建て替えについて賛成をしていて、C さんは建て替えについて反対していた。こういった場合、建て替えってできないっていう話です。で、続いて、じゃあ形状または効用の著しい変更を伴わないもの、これどういったものがあるかっていうと、建物が共有物だった場合、その建物のトイレが和式だったと、この和式のトイレを洋式に変える、まあ、こういった場合は著しい変更は伴っていない。和式から洋式に変えているけれども、結局効用っていうのは、まあ、トイレなんですよ。効用について著しい変更はしてません。なので、まあ、形状または効用の著しい変更を伴わないものに含まれてきますよ。で、この場合っていうのは、共有者全員の同意までは必要じゃなくて、持ち分価格の過半数で決定しますよ、っていう話です。これどういうことかっていうと、例えば A、B、C がいて、持ち分が各3分の1だった。A さん3分の1、B さん3分の1、C さん3分の1の持ち分をそれぞれ持っていた場合、過半数っていうのは、2分の1を超えるってことなんですね。つまり今回の場合だったら、3人のうち2人が賛成したら、この和式トイレを洋式トイレに変更することができますよっていう話です。で、続いて2項の内容ですね。共有者が他の共有者を知ることができず、またその所在を知ることができないときは、裁判所は共有者の請求により、当該他の共有者以外の他の共有者の同意を得て、共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。このように規定しているんですね。で、まず、他の共有者を知ることができずっていうのは、他の共有者が誰かわからないっていう、そういった場合です。相続ってなってきて、登記されていないってなってくると、もう誰が相続人なのか、もう相続人が非常にたくさんいる場合ってあるんですよ。もうそうなってくると、誰が共有者なのかがわからない。まあそういった場合です。また、その所在を知ることができない場合、これは、まあ、他の共有者がどこにいるかもうわからないと。まあ、言った場合ですね、住所変更していないとかってなってくると、もうどこにいるかわかんないっていう場合もやっぱあるんですね。で、そうなってくると、今お伝えをした、この全員の同意が必要にもかかわらず、共有者のある一部の人がわからないっていうわけだから、これ同意得ることができなくなっちゃうんですよね。で、そうなってくると、こういった建て替えだったり増改築とか、畑から宅地に転用するとか、こういったことがもうできなくなっちゃう。事実上不可能になっちゃうわけですよ。まあ、そうなってくると困るわけなので、この不明の共有者以外の共有者が裁判所に請求をするんですね。まあ、どういった請求かっていうと、身元が分かっている共有者、この全員の同意があれば、こういった共有物の変更して OK にしてくださいって請求するんです。で、裁判所が事実確認して、あ、そうかそうか、分かったっていうのがあれば、この不明者以外の共有者の同意だけで OK ですよと。いうふうに裁判をすることができる。
というのが2項の内容なんですね。まあ、今回の内容っていうのはもう具体例頭に入れていただければそれほど難しい内容ではありませんので、ぜひですね、頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。